古代ギリシャから20世紀までアリストテレスやフロイト、その他多くの学者たちはある共通のものを探していました。ウナギの清掃です。淡水性のヨーロッパウナギはヨーロッパ中の川で見つかりますが、交尾の様子を見た者はいません。何度も解剖されてきたにもかかわらず、ウナギの卵を見つけたり生殖器を確認できたりした研究者はいません。データ不足のため、博物学者らは様々なウナギ起源説を提案してきた。アリストテレス曰く、ウナギは泥の中から自然発生した。ガイウス・プリニウス・セクンドゥス曰く、ウナギは岩に体をこすり削りかすから新生命が生まれる。他にも屋根の上で孵化、魚のエラから現れる、甲虫の体から出てくるといった説まで出てくるします。しかし、ウナギ繁殖方法の真実を思い描くことはさらに困難です。この謎を解くために、学者は過去数世紀の研究を考え直す必要がありました。今日では淡水ウナギの一生には明確な5つの段階があると知られています。仔魚レプトセファルス、ガラスウナギ、青年期のシラスウナギ、育成期のキウナギ、そして成熟期の銀ウナギです。それぞれの段階で極端に見た目が違うため、どれも異なる生き物だと考えても不思議はありません。ヨーロッパの博物学者はそのように考えていた。研究者はレプトセファルスやシラスウナギを知っていたが、何百キロも上流に住むシラスウナギやキウナギと関係があるとは思いませんでした。さらに紛らわしいことに、ウナギは高齢になるまで生殖期が発達しません。ヨーロッパの川で過ごす期間すべては基本的に青年期のシラスウナギです。ではいつ、そしてどこで繁殖するのでしょうか。その名前にもかかわらず、淡水ウナギの一生は実はバミューダトライアングルの塩水から始まります。毎年サイクロンが発生しやすい季節、3ミリの大きさのウナギの幼魚が大量にサルガッソ海から流れていき、北米大陸やヨーロッパ大陸へと回遊します。ウナギがこのルートを4000万年前に確立した時には、大陸は今よりずっと近くにありました。これからの300日間、ヨーロッパウナギの幼魚は海流に乗り、ヨーロッパ沿岸まで6500キロにも及ぶ回遊を行います。最も長距離の回遊の一つで、目的地に着く頃は45ミリほど大きくなり、半透明のガラスウナギへと変わる。それは見た目だけではなく、海水魚のほとんどは汽水性の沿岸水域に入ると真水により細胞が膨れ上がり破裂し死に至りますが、ガラスウナギが沿岸に到達する頃は、腎臓はより多くの塩分を蓄え、血液中の塩分濃度を維持します。淡水魚へと転じた新たな群れは小川や川を登ります。時にはお互いの上に積み重なり、障害物や捕食動物を交わします。上流にたどり着くと不透明なシラスウナギに変わります。ついに狩り場にたどり着いたシラスウナギは、口に収まるものは何でも食べ始めます。この雑食動物は食事の量に応じて成長し、次の10年でより大きなキウナギへと育ちます。この段階で体長はおよそ80センチとなり、ようやく生殖器官が発達します。しかし、ウナギの生涯の最終局面と生殖の秘密は未だ謎に包まれています。1896年、研究者はレプトセファルスがウナギの幼魚であると確認し、大西洋のどこかからヨーロッパへ来たと推測しました。しかし、この謎の繁殖地を探すには、太陽で30ミリにも満たない幼魚を探し出すという想像もつかないような調査が必要でした。ヨハネス・シュミット博士、このデンマークの海洋学者は18年かけて四大陸の沿岸をくまなく調査し、より小さなレプトセファルスへと調査を遡った。ついに1921年、博士は最も小さな幼魚をサルガッソ海南端で見つけました。ウナギの回遊については知識が得られたが、科学者は未だに自然界でのウナギの繁殖活動も卵も確認できない。
有力な説はウナギはバタバタと体外受精を行うというものです。浮遊する卵に雲状に広がった精子が受精するというのです。しかしサルガッソ海の激しい海流や絡み合う海藻がこの説の検証を難しくしてきました。研究者はどこを見ればよいのかもわからない。未だウナギのキロの追跡に成功していないからです。これらの難問を解決できるまでウナギの古くからの秘密は闇に包まれたままでしょう。学びを続けたいですか？これらの動画を視聴してください。知ってると思っていたことの新しい見方や知らなかったことに出会えます。登録して好奇心を持ち続ける。